1924年7月1日、新潟県東久引郡安塚村に、農家の六男三女の次男に生まれた。家から学校まで山中を約2キロ、雪の日さえ休むことなく通い、自然と体が鍛えられた。1940年、15歳で舞鶴海兵団に入団。1941年2月、予科連兵3期に入り、戦闘機専修練習生となる。同期には杉野和夫、谷水武雄がいた。1942年4月、第6航空隊に配属。6月、MI 作戦に参加。アリューシャン方面からミッドウェイ島に向かう。途中、ミッドウェイ海戦の敗北の報を受けた。第6航空隊は MI 作戦終了後、占領したミッドウェイ基地航空隊となる予定だったが、内地へ帰還した。10月、第6航空隊はラバウルへ進出。11月、第204海軍航空隊に改称。12月1日、杉田はゼロ戦に搭乗し、両機と対大型爆撃機迎撃の訓練中、遠方に本物の大型爆撃機 B-17 を発見、攻撃を開始した。強固な防弾と防御核で身を固めた B-17 に、ゼロ戦の機銃は大きな損害を与えることができなかった。 B-17 の懐に飛び込み攻撃を試みた。肉薄した空戦で垂直尾翼が敵機の右主翼と衝突。杉田は垂直尾翼を失ったが、 B-17 の右主翼を破壊、撃墜した。部隊初の B-17 撃墜に204空は湧いた。しかし空中衝突はパイロットの恥と教育を受けていた杉田は、自身の初撃墜も喜ぶことができなかった。小福田隊長は一升瓶を持って落ち込む杉田を訪れ、衝突するほどの近接戦闘を褒め励ました。杉田は軍隊生活が気に入っていた。周囲の者が軍は厳しいと言うと、俺の家の方がずっと厳しいと語り、日頃から命を守るにはこれしかやることはないと、愛機の整備に余念がなかった。杉田は素早く戦闘を済ませ、すぐに戦場から離脱する戦い方を得意とし、敵に対しひるむことがなく、強いからではなく弱いから突っ込むんだ。この頑強な体が資本で、これがある限り戦い続けると語り、日々の心がけと空戦のセンスで撃墜を重ね、204空最多撃墜記録保持者となった。1943年4月17日夜、杉田含め6名の搭乗員は司令室に呼ばれ、翌18日の連合艦隊司令長官山本五十六大将の護衛任務とその責任の重いことが伝えられた。4月18日午前6時、山本長官と宇垣参謀長を乗せた一式陸航2機がラバウルを離陸。ブーゲンビル島部員基地の前線視察に向かった。第一小隊3番機の杉田は敵の襲来を警戒。長官機参謀長機の右後方上空500メートルで敵陣方面海側高高度を警戒していた。午前7時35分、ブーゲンビル上空、
突如ジャングルから現れたかのように、低高度から P-38 戦闘機16機が長官機に向かってきた。杉田は長官機を守るため森崎隊長機に続き敵中に突っ込んだ。一気に照準を定めエンジンを損傷させた。直後襲ってきた敵の銃撃をかわし背後を取り、逃げる敵機に銃弾を浴びせ主翼を撃ち抜き撃墜した。杉田は乱戦の中に被弾した一式陸攻を目にした。長官機はジャングルに落ちて行き黒煙が上がった。参謀長機も被弾撃墜された。意表をつかれたあっという間の出来事だった。山本長官は戦死、宇垣参謀長は負傷を負った。護衛ゼロ戦隊6名は任務を果たせず、まだ18の杉田は長官機護衛失敗という消えることのない罪を背負った。護衛についた6名中4名はその後2ヶ月半の間に次々戦死、1人は右手首を失った。杉田も8月26日の戦闘でエンジンに被弾、炎上、落下傘で脱出したが全身に大やけどを負い内地へ送還された。長官機護衛6機の搭乗員が次々と戦傷死したことで懲罰的出撃を強いられたと言われたが、激戦の当時6名の出撃回数は他の搭乗員と大差なく6名より多く出撃した搭乗員もいた。杉田は治療とリハビリに数ヶ月を要した。回復の後大村航空隊で飛行教員となった。この頃ソロモン戦域最多撃墜数保持者として酒井三郎とともに表彰を受けた。1944年4月中旬、グアムの第263航空隊にライフジャケットを軽く担いだ男が現れ、玉井司令に無造作な敬礼をした。玉井司令から隊員に紹介された男は、最前線に戻ってきた杉田正一だった。杉田は隊員にも無造作な敬礼を見せ、何も言うこともないが、遠慮せず俺についてこいと言い放ち、兵舎に戻ると俺の愛する烈気来いと若い隊員を呼び、司令からもらった酒で酒盛りをした。搭乗員不足を補うため十分な教練を受けていない若年兵が前線に多く配置された。そのため損耗率が上がり、また搭乗員が不足した。263空も状況は同じで、杉田は若年兵が戦場で生き残れるよう面倒を見た。豊富な実戦経験から得得した理論を教え、編隊空戦を鉄則として絶対に編隊から離れないこと、敵一機の後ろを取っても S 字旋回を繰り返す間に別の敵機が攻撃してくるサッチウィーブに対する注意、敵優位な高度での回敵は急降下で逃げ、追ってきた敵を得意な高度で垂直面の格闘戦に持ち込むなどの指導をした。操縦訓練は無駄な説明はせず、共に空に上がって模範飛行を見せ同じ操作をさせた。忍耐強い指導で若い隊員はひねり込みなど高度な技術まで習得した。訓練中は編隊を離れてしまう隊員がいても黙って指導したが、戦闘中に離れた者には本気で怒った。味方機から離れれば命を落とす確率が格段に上がった。普段殴ることのない杉田も生死に関わるときは手を挙げた。帰投後は必ずミーティングを行い、次の戦闘に備えた。杉田の烈気、葛西友和に悲壮も杉田の訓導を受けた。
最弱年搭乗者に属しながら、後に撃墜約10機を達成している。戦闘機乗りは職人かたぎの一匹狼が多く、杉田のように粘り強く後進を導いてくれるものは少なかった。263空はグアムの本拠からマリアナ、西カロリン諸島方面を転戦。6月アゴー作戦でベテラン搭乗員の多く合戦し、部隊は壊滅的損害を出した。杉田含め残存6機は重松隊員に率いられペリリューへ転進中、 F6F の奇襲を受けた。味方機は次々撃ち落とされ、一機となった杉田は計機に被弾しながら敵を振り切り、艦を頼りにペリリューにたどり着いた。6月15日、サイパン島に米軍が上陸。若年搭乗兵が主力となった263空は、防空戦闘とサイパン沖の敵艦船攻撃を行うが、敵の激しい攻撃に二十数機が失われ、再度壊滅状態となった。1944年7月10日、損耗の大きかった263空は解体され、杉田たち生き残りは第201海軍航空隊、戦闘201飛行隊に編入された。編入早々、ダバオで酔った201空隊員が憲兵隊と大喧嘩。杉田の烈気、葛西は、よりによって憲兵隊長を殴った。すぐに憲兵隊が201空に押しかけ、身柄引き渡しを要求。飛行隊長の菅野直志隊は、そんな奴は知らない、部下は渡さないと追い返した。しかし憲兵隊の要求は再三繰り返された。この時ヤップ島が米軍の攻撃を受け、201空から派遣隊を出すことになった。菅野は葛西ら当事者と杉田を引き、ヤップ島に渡った。杉田は戦力で菅野を上回り、撃墜数も多かったが、菅野の男気に触れ、深い敬意を払った。菅野の悪口を言った者に殴りかかるほど心酔した。 B24 迎撃任務に当たったヤップ島派遣隊は、7月10日から23日のわずかな期間に撃墜17機、撃破46機の戦果を挙げ、第一航空艦隊司令長官から表彰を受けた。1944年10月、損耗したゼロ戦を補充する空輸隊として菅野隊長と本土に戻った。レイテ沖海戦直後、マバラカットに帰還。新風特別攻撃が始まっていた。特攻機直縁任務を遂行しながら特攻命令を待ったが、杉田に声はかからなかった。豪を煮やして葛西と共に玉井司令に特攻志願の直談判をした。玉井司令から、特攻にはいつでも行ける、俺の代わりに内地で兵部隊の墓参りをしてこいと命令され、1945年1月内地に帰還した。内地に戻った杉田は第343海軍航空隊指揮科、菅野が飛行隊長を務める戦闘301飛行隊新選組に烈気葛西らと共に配属。
343空は軍令部航空部員源田稔大佐が制空権を獲得できないことに着眼、戦争に負けている原因と考え編成。一部から非難を受けながら最新鋭の局地戦闘機紫電海を集中配備。志賀義雄少佐は自分がテストパイロットとして開発に携わり心血を注いだ紫電海を、何にでも噛みついていけるイノシシのようなおてんば娘で使える機体だと語っている。編成の経緯から有名なベテランも多く集められたが、杉田の撃墜数は群を抜いていた。激しい戦い方は闘魂の魂とあだ名され、空戦の神様と呼ばれた。343空は松山基地で訓練を重ねた。ベテランを多く集めたとはいえ、隊員のほとんどは18から20歳、多くは実戦半年程度の後期10期生だった。若い搭乗員を指導する教員の酒井三郎はたびたび暴力を振るい未熟者呼ばわりした。酒井が語る戦闘講話は今は昔で、時には意識を失っていたと言いながらその様子を詳細に語ることもあった。杉田は熟練搭乗員として後進の育成に努めた。簡潔に無駄のない空戦を指導。若い搭乗員は自分の技術が短期間に驚くほど上がっていくことに喜んだ。静かで豪傑肌の杉田の周りには、杉さん杉さんと慕う若い隊員が集まった。杉田は酒井より8つ年下。負傷復帰後の大村航空隊でしばらく同勤だった。当時から若い搭乗員をジャクと呼ぶ酒井を好きではなかった。343空でも十分な教練を受けられなかった若い隊員を殴り、いい加減な講話を聞かせる酒井に杉田の怒りが頂点に達しようとしていた。あんなやつはぶん殴ってやるという発言が搭乗員の地上支援をしていた志賀少佐の耳に入った。事態を憂慮した志賀少佐は空戦に使える杉田を残し酒井の移動を決めた。松山では343空式場に杉田の恋人が訪ねてきたこともあった。訓練地松山の人々は温かく親切だった。すき焼き屋の女将今井琴子夫人と彩尾校の女生徒は紫電にちなみお揃いの紫の絹のマフラーを送ってくれた。名前と合言葉、にっこり笑えば必ず落とすが刺繍されたマフラーは隊員たちを非常に喜ばせた。343空搭乗員は飛行隊長以下極めて士気旺盛で、青年たちは紫のマフラーを巻き紫電海で大空をかけた。杉田は戦闘301飛行隊8機の第2区隊1番機区隊長として、2番機葛西上飛走、3番機宮沢二飛走、4番機田村飛長を率いた。3月19日米機動部隊来襲、343空初陣松山上空戦。偵察機彩雲から敵発見の知らせを受けた343空は紫電海54機紫電7機を発進、松山周辺上空で快適。杉田区隊が目にしたのは圧倒的多数の敵艦上機群だった。杉田たちはひるまず敵中に突っ込み大規模な空中戦となった。敵味方は入り乱れた空中で杉田区隊は訓練の成果を発揮。組織的に戦い杉田は瞬く間に5機を撃墜。
杉田区隊の活躍は銃弾が尽きるまで続いた。343空は約120機の米軍機に対し52機を撃墜。損失はエンジン不調で米軍機に体当たりした彩雲含め16機だった。杉田は源田司令から司令賞で表彰され、杉田区隊は区隊撃墜賞を受けた。杉田の細やかな指導と市電会の自動空戦フラップが杉田区隊の徹底した編隊運動と活躍を可能にした。4月8日、沖縄戦の開始に伴い343空は鹿屋基地へ移った。4月12日10時45分、菊水作戦に向かう特攻隊の進路確保のため343空指電会45機は奄美大島方面の制空任務に発進。杉田区隊は4番機が出撃できず、3番機は途中で引き返し、杉田と葛西の2機となった。12時50分、左下前方に南進中の敵戦闘機50機を発見。攻撃に移った。別動の F6F30機が現れ、敵約80機と乱戦になった。杉田は F6F2機と F4U2機を撃墜。葛西も奮闘、敵機に食らいついた。2番機として後輩の指導をするまで成長した葛西だったが、混戦に編隊を離れ敵機を追った。 F6F2機を撃墜した葛西だったが、帰投後杉田のビンタを受けた。杉田は乱戦の中でも烈気に目を配っていた。4月15日午後2時50分、343空に敵機接近の砲が入り、杉田区隊に即時待機が命じられた。続いて敵機北上中の情報でエンジンを始動、車輪止めが外された。杉田が離陸を始めた。背後に異変を感じ振り返った杉田の目に、銃撃しながら近づく敵機が映った。離陸態勢の杉田は機銃に追われながら砂ぼこりを上げ離陸を試みた。上空にはすでに7、8機の F6F が姿を見せ、数機が杉田に群がった。杉田は大空に舞い上がることなく、黒煙を引きながら滑走路端に墜落。市電会は炎に包まれた。隊長、菅の隊は影に日に自分を立て慕ってくれた杉田の死に、誰が見てもわかるほど落ち込んだ。源田司令も強い責任を感じ、2階級特進を愚信した。杉田は単独撃墜70機、共同撃墜40機の功績を全軍に布告され、少尉に昇進した。実際の撃墜数は120機以上だったとも言われている。杉田の遺体は庶務を務める地上基地に運ばれていたが、木箱に納め、裏山に放置されていた。杉田の棺が放置されているのを見た源田司令は、杉田のようなやつを放っておくやつがあるかと激高した。343空は大切な人なんだ、なんとかならないかと交渉。志賀少佐を派遣して安置するように働きかけた。一晩安置した後に火葬することになったが、その最中に空襲があり、P-51 のロケット弾によって
遺体が吹き飛ばされた。杉田の遺族が参加していないことを知った葛西元上尉曹は、わずかな情報を頼りに新潟から大阪に引っ越していた遺族を探し出すことに成功した。やっと見つけた杉田の母から、遺骨も届かなかったと耳にした葛西元上尉曹は、343空関係者と遺骨の行方を各所に問い合わせた。日本航空隊が劣勢に向かう時代、18の初撃墜から数ヶ月、204空最多撃墜者となり、次々と現れる敵最新戦闘機を相手に、2年4ヶ月という短い間に輝かしい実績を残し、空戦の神様と言われた杉田の遺骨は、たらい回しの末、無縁仏として葬られたようだというあやふやなものだった。343空関係者は尽力し、戦死地点鹿屋航空基地に杉田の慰霊碑を建立した。敵であったアメリカは杉田正一を日米両軍を通じたトップエースの一人として紹介。ラバウルの魔王西澤博義と並び、スミソニアン博物館に肖像が飾られている。